ペットボトルで作るティッシュケースの作り方です。斜めに切ったペットボトルにティッシュを詰め込むだけの簡単な仕組みです。ペットボトルの底から10センチメートルのところに線を引き折りつぶします。四角いペットボトルもこうすると簡単に切ることができます。低い方を4センチメートルの高さにして線を引き斜めに切り落とします。先ほど切り落とした蓋がついている部分を使っても作ることができます。のり付けしていた部分を切り落としたら先ほどと同じように斜めに切り落とします。蓋の部分に切り込みを入れて両面テープで貼り合わせると底ができます。これで2つ出来上がりました。次は外側に巻く紙の型紙を作ります。牛乳パックを回しながら型を取っていきます。のりしろを1センチから1センチ5ミリぐらい取っておきましょう。型紙はコメント欄からダウンロードができます。周りに貼りたい紙に型紙を重ねてホッチキスで留めます。型紙に沿って切り取ったら最後にホッチキスを外します。7センチ角の正方形も2枚用意しておきましょう。紙の裏にたっぷりのりをつけて牛乳パックに巻いていきます。巻き終わりはのりしろが中に入るようにしましょう。はみ出している部分は折り曲げていきます。この部分だけはハサミで切り込みを入れてから折り曲げてください。最後に7センチ角の正方形を貼り付けると出来上がりです。同じものを2個作り、中にポケットティッシュをたくさん詰めて組み合わせます。これでティッシュボックスの出来上がりです。これはカレンダーで作ってみました。模様がうまく出なかったところには小さい部品を切り抜いて貼り付けています。季節や部屋の雰囲気に合わせてお好みの紙で作ってみてはいかがでしょうか。